1号艇服部選手です。今回転したモーター34号機、ここまでの手応えいかがでしょうか。うん、伸びを中心にいい感じに仕上がっていると思います。序盤からいい手応えでここまで来た感じでしたか。そうですね、序盤はまあ伸び寄りだったんですけどね、だんだん手前に来たと思います。現状ではある程度バランス取れてという状態で。そうですね、ここまで調整どうでしょう、スムーズに来てますか。うん、いいと思います。今日の最終日、まあ、昨日とそんなにコンディション変わらないですけれども、今日の調整いかがでしょうか。はい、微調整だけで済むと思います。今節ここまでスタートいかがでしょうか。まあ、スタートも割と決めやすいとは自分では思ってるんでね。はい、昨日の準優勝戦が、まあ、今節の中では一番早いスタート、ある程度行く気になってという感じでしたか。いや、定時停電です。さあ、優勝戦1号艇になりました。ピット離れは問題ないですかね。問題ないと思います。では最後、優勝戦へ向けてファンの皆様にお願いします。はい、ベストを尽くします。2号艇大場選手です。準優勝戦1号艇もかなり強力なモーターでしたけれども、直線追いつきました。振り返っていかがでしたか。そうですね、準優の足が一番良かったかなと思います。エンジンの仕上がり、具体的にはここまでいかがでしょうか。そうですね、ペラの調整をずっとやってるんですけども、エンジン、ボートの勝率はあるんですけど、まだそこまで足がずっとなくて、調整してだいぶそこら辺の足も良くなったと思いますが、昨日の状態がもうベストと考えて良さそうですか。そうですね、昨日の状態がいいと思います。あとは昨日の状態キープして今日の調整というところで。そうですね、はい。ここまでスタートはいかがでしょうか。ちょっと難しいですね、自分の勘より届いてないんで、そこら辺の修正もしたいと思ってます。さあ、優勝戦は2号艇です。両サイドもかなりモーター強力ですけれども、いかがでしょうか。そうですね、スタートをしっかりいって展開をつけるようにしたいと思ってます。では最後、優勝戦へ向けてお願いします。はい、いいレースができるよう精一杯走ります。応援よろしくお願いします。3号艇鈴木選手です。今回評判のいいモーター転しました。ここまで優勝戦まで来ましたが、振り返っていかがですか。もうエンジンのおかげだと思います。具体的にはエンジン、ここまでの特徴としてはどんな感じでしょう。伸び寄りだと思います。あとはレースによってちょっとチルトを変えてというところですけれども、そのあたりの何か特徴としてはありますか。ゼロだとちょっと乗りにくかったのでマイナスでしたりしてました。優勝戦に向けてはあとはそこのチルトの調整というところですかね。チルト含めていろいろ考えて頑張りたいと思います。ここまでスタートはいかがでしょうか。いいスタート行けた時もあるし、良くない時もあったんで、いいスタート行けるように頑張ります。ここ2日間はだいたい一定身ぐらいですけれども、もうちょっと質のいいスタートという感じですかね。それも含めていいスタート行けるように頑張ります。さあ、優勝戦は3号艇になります。レースのイメージとしてはいかがでしょうか。なるべくいいスタート行って展開作れたらと思ってます。では最後、優勝戦向けてお願いします。一生懸命走ります。応援してください。4号艇米田選手です。今節高モーター転してまずは優勝戦まで来ました。ここまでエンジン振り返っていかがでしょうか。はい、特に大きくずれることもなく良かったと思います。現状ではエンジン特徴としてはどんな感じでしょう。そうですね、レース足がいいんで満足はしてます。ある程度思った方向に行けてる感じですか。そうですね。調整もここまでスムーズに来てますか。そうですね、分からない時もあるんですけど、レース行くと動いてるんで問題ないと思います。優勝戦に向けてもそんなにもう大きくは必要なさそうですかね。はい。ここまでスタートいかがでしょうか。そうですね、スタートも決まってるんで問題ないと思います。昨日の準優勝戦だけがちょっとという感じでしたか。そうですね、多分気温だと思うんですけど、ちょっと思ったよりは握り込みの反応が悪かったですね。さあ、優勝戦は4号艇になります。外の方がスタートも決まっているイメージありますけれども。そうですね、スタートは大丈夫だと思います。では最後、優勝戦向けてファンの皆様にお願いします。いいエンジンなんで活かせれたなとらと思います。頑張ります。5号艇久田選手です。昨日準優勝戦ちょっと一幕はまくられつつ展開でしたけれども、それでも立て直してというレースで、振り返っていかがでしたか。そうですね、スタートちょっと握り込みがついてこなかったので一幕終わった感じでしたけど、うまいこと残せたと思います。はい、道中の足はある程度いい感じということなんでしょうかね。そうですね、はい。エンジン具体的にはここまで仕上がりとしてはどんな感じでしょう。
最初もらった時はちょっと伸びだけって感じだったんですけど、手前にだいぶ持ってきて、まあ、全体的にバランス取れていると思います。はい、優勝戦に向けての調整はいかがですか？うん、プロペラだけです。はい、さあここまでスタート全体的にはどうでしょう？ダッシュがちょっと遅れ気味なんで、そこですかね。はい、さあ優勝戦5号艇です。まあ、昨日とは変わってちょっと今日はセンター勢に仕掛けそうなメンバーいますが、はい、いかがでしょうか？そうですね、誰か言ってくれたらいい展開つけると思います。はい、あとはスタート今日は遅れないようにというところですかね。はい、練習します。では最後優勝戦に向けてお願いします。はい、ちょっと最近調子悪いんですけど、久しぶりに今節いいリズムで来れたので、最後も一生懸命走ります。お願いします。6号艇上村選手です。まずは優勝戦まで来ました、今節ここまで振り返っていかがでしょうか？そうですね、ちょっと自分でいいって思えるところになかなかまだ来てないかなと思います。まだちょっと調整足りない部分があるという。そうですね、はい、優勝戦に向けてどうでしょう、このあたりもうちょっと欲しいなというのは。まず乗り心地をしっかりさせたいなと思ってます。エンジン自体がそんなに悪い感じではない？まあ、直線なんかは普通だと思うんですけど、もうちょっとターン回りとかそちらの方がちょっとあまりしっくりきてない感じですね。はい、そのあたり今日はちょっと上積み狙って作業という。そうですね、その辺よく、はい、したいと思ってます。ここまでスタートいかがでしょうか？まあ、スタートはそうですね、まあ、そんなに大きくはずれてはいないと思ってます。たびたび0台もありますけれども、ある程度はイメージ通りにいってる感じ。そうですね、はい。さあ優勝戦6号艇ちょっと枠遠くなりましたが、いかがでしょうか？まあ、6コースからになると思うので、まあ、しっかり展開、つけるように調整できればいいなと思います。では最後優勝戦向けてお願いします。はい、精一杯走ります。応援よろしくお願いします。